はい、こんにちは。今日はね、日産アリアの、リーフレットをいただいたんで、ちょっと見ていきたいと思います。新型の EV 車ということで、これ市販でこの感じで発売するんですかね。すげえかっこよくできてると思うんですけど、このまま出すんだったらいいんですけどね。走ってるところを見てみたい。英超宿すモンスタークロスオーバー EV 日産アリア誕生、2021年中頃の発売予定らしいです。テールリア、後ろは一直線、こういうデザイン最近流行りなんですかね。まあ、プロパイロットとか、日産のね、想像を超える加速、EV はね、加速が速いらしいんでね、 SUV で加速が速いとかちょっと怖い気がしますけど、内装なんかはね、すごいですね。最先端みたいな感じになってて、こういうのがもう最近ついちゃってるんで、車外のナビゲーションなんかは、そのうち売れなくなってしまうんじゃないかなと思いますね。日産アリアは2つの駆動方式と2つのバッテリー容量からお選びいただきますということで、65キロの2駆と4駆、90キロワットの2駆と4駆となってます。はい。まあ、価格の方はね、まあ、ネット上では500万程度からというふうになってるんですけども、まあ、このバッテリー容量から見て、まあ、65キロワットが500万からで、90キロワットになってくるともうそこから、もう100万とかね、上がってきて、結局乗り出しになったらもう600から700の間とかになってくるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと個人的にはそうだな、もう90キロワットの蓄電池を購入したと思ってそれでね、電気料金を安くするっていう手も一つなのかなと思いますね。なんか個人で飲食店とか、そういう電気をね、たくさん使う商売とかしてるところなんかは、夜のうちに、充電しておいて、で昼間ね、使うと、それで電気料金を安く上げて、まあ走ること以外にもちょっとね、いいところをね、使っていかないと、まあ500万600万700万というところ、車ね、せっかくの EV 車なんで使えることには、使っていきたいですね。まあ1年後くらいにはもう走ってるんですかね。どうなんでしょう、日産アリア。日産ね、ちょっと新型車、まあ、キックスが、今年出ましたけどもね、それに続いてね、どんどん新型、まあ、フェアレディ Z とかも発表されてるんで、まあ、そういうね、新しい車をね、どんどん出していってほしいなと思います。ということで、日産アリアの、リーフレットね、ちょっとですけども、見てきました。ご視聴ありがとうございました。